はい、今日も始めます。フレンチな層のしいたけクッキング、今日はしゃぶしゃぶです。お、しゃぶしゃぶって普通あのポン酢につけて食べるじゃないですか。ああ、そうだね。ごまだれとかね。今日は、だししゃぶです。美味しそうだね。だししゃぶといったらね、はい、僕たちしいたけ農家ですからね。うん、しいたけのだしを使わないわけにいかないんですよ。なので、はい、今日もまた、はい、乾燥しいたけ使っちゃいますよ。さっきもレギュラー入りだね、もうね。そう、やっぱりお鍋に乾燥しってめちゃめちゃ合うんでね。ああ、そうですね。今日は皆さんにめちゃめちゃ最高にうまい乾燥しいたけを使っただししゃぶ紹介していきたいと思います。しいたけは健康にも美容にもいいとされています。このチャンネルではしいたけ農家ならではのいろいろな美味しいしいたけ料理をこれからもどんどん皆様に紹介していきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ルーさん、はい、乾燥しいたけ今日使うって言ったんで、しいたけタイムないって半分思ってるでしょ。結構思ってる。思ってるでしょ、でも、生しいたけも合うんで、しゃぶしゃぶにね。へぇ、あ、じゃあ、あるってこと？あります。よーし、はーい、じゃあ元気よくお願いしますね。わかりました、はい、それじゃあ今日もいきますよ。はい、りょうちのしいたけタイム、じゃん。あれガリバタ、ガリバタのやつ。ガリバタ食べたすぎてさ。あー、そっか。これでも取れるんじゃない？取れない取れない取れない。ちょっといいボケが入る。じゃんじゃん。よし、じゃあやっていきましょう。そうですね、会心のね、ボケが決まったところでね。会心の、うん、それでは今日もみんなが食べたいしいたけを取っていきたいと思います。お願いします。いきますよ、せーの。みんなが食べたいしいたけを取っていくよ。はい、みんなが食べたいしいたけを取っていくよ。これだ、じゃん。はい、取れました。はい、じゃあ最初椎茸から切っていきます。はい、椎茸は石突きのここ最先端ですね。はい、こちらに菌床のかけらなどがついている場合がございますので、はい、こちらをカットしていきます。はい、はい、石突きカットしたらですね、うん、今日は椎茸の傘とこの軸ですね、はい、こちらを一緒にこんな感じでね、スライスしていきます。おー、はい、うまいやつだね。そうですね、こちらだいたい2ミリくらいの厚さでカットしてあげてください。はい、はいはい、次ネギですね、はい、長ネギ、はい、今日2本切っていきます。お、はい、斜め切りですね、こんな感じで薄くね、斜めにスライスしていきます。はい、はい、しゃぶしゃぶにはこの薄ネギだよね。やっぱりこの薄いネギをお鍋にパーッと離して、うん、薄くスライスしたネギをお肉で巻いて食べるの。おー、いいね。ね、楽しみだね。楽しみだ、やっていこう。 OK、はい、このネギはね、この青い葉っぱの部分もね、はい、食べましょう、うん、食品ロス撲滅ですよ。食べれるところは食べよう、はい、SDGs やっていこう俺らも。オッケー、うん、はい、次小松菜ですね。はい、はい、ここね、根の部分、もう最先端ですね、うん、こちら切ったら全部食べれますから、はい、でこちらここを切ると、結構小松菜とかってここにね、砂が噛んでる場合がありますので、はい、こちらを洗ってから切ります。はい、はい、はい、洗ってきましたので、はい、こちらをだいたい5センチ幅くらいですね、うんうん、これくらいでザクザク、はい、こんな感じで切ったら OK です。はい、次ほうれん草ですね。ほうれん草、はい、こちらもこの根をね、うん、カットして、最先端ですよ、食品ロス撲滅ですから。はい、ね、この最先端こちらを切って、はい、ほうれん草もですね、うん、結構根に砂が噛んでる場合がございますので、はい、こちらをね、しっかり洗っていきましょう。はい、葉っぱとね、うん、はい、はい、ほうれん草洗ってきました。はい、今日はこのほうれん草をね、うん、
この丸ごとね、一本ごとしゃぶしゃぶしていきますので、ほうれん草はカットいりません。はい、はい、はい、次人参ですね。人参、はい、こちらは切りません。え、このてっぺんのね、はい、この茎の部分をこう切りまして、はい、はい、人参はもう皮ごと食べれますので、はい、今日はピーラーでこんな感じでね、これ皮むいてるわけじゃないですよ、うん、これをしゃぶしゃぶして食べます。へー、薄くこうですね。これはお好みの量でいいんですのでね、うん、うん、はい、人参こんな感じでね、はい、ペラペラになったら大きいですよ、ね、おい、はい、はい、次かつお節、うん、こちらをまたおなじみのね、お調理工程600ワットで1分間チンして、うん、はい、こちらを砕いて、手で砕いてね、うん、粉末にしていきます。はい、こちら鰹節チンしておりましたので、ね、はい、こちらを手でこうやってね、うん、砕いて粉々にね、うん、粉末にしていきます。粉々タイムね。粉々タイムですね。めちゃめちゃ香りいいよね。でもこれ入れると、うん、いつも思うけど、はい、こんな感じでね、はい、粉砕しましたね。粉砕したね。粉砕したね。はい、はい、鰹節これで OK ですね。はい、はい、次ですね、はい、乾燥椎茸の戻し汁を使っていくんですけど、要はこちら、うん、この乾燥椎茸をね、戻したこちらも具としてね、うん、食べますし、戻し汁のね、うん、お出汁がやばいですから。やばいね、やばいね。じゃあ戻し作っていきます。おーい、はい、こちらにね、うん、800ml のね、はい、お水を用意しました。はい、はい、この乾燥椎茸の戻し汁ですね。はい、はい、これ300cc で戻したのでね、はい、はい、これをこのお水に入れていきます。この乾燥椎茸の中にもかなりお出汁含まれてますので、うん、こちらこんな感じで絞ったり、おい、うん、はい、こんな感じですね、はい、はい、こちらに昆布つゆ、はい、大さじ2杯ですね。2杯、はい、白だし、白だし大さじ2杯ですね。2杯、お醤油、醤油大さじ1杯ですね。大さじ1杯、お酒、酒こちらね、結構たっぷり入れます。大さじ3杯、大さじ3、はい、みりん、みりんこちらも大さじ3杯ですね。大さじ3、はい、はい、こちらお塩、はい、小さじ2分の1程度ですね、うん、はい、はい、こちらにね、この粉末にした鰹節、はい、はい、こちらを入れて、うん、混ぜますね。はい、はい、はい、次ですね、はい、粉末鰹節入れたじゃないですか、はい、こちらをレンジでチンして、うんうん、はい、だいたい60度から70度くらいになるくらいね、鰹節の香りをね、はい、少しこのスープになじませます。おお、なるほど、はい、これやっていきますね。はい、はい、はい、チンし終わりました。はい、はい、こちらね、うん、あんまり煮沸すると、うん、鰹節の香りとか、うん、あと乾燥椎茸の香りってちょっと煮沸すると飛んじゃうんですよ。はいはい、はい、なのでだいたい60度くらいなれば OK ですので、はい、もうこれで十分香り出ましたのでね、鰹節の、はい、こちらをこしていきます。はい、はい、ザルを用意しまして、はい、こんな感じでね、キッチンペーパーを、ね、うん、敷きます。はい、はい、で、あとはこのさっきの出汁を流し込んでいきます。おーい、はい、ゆっくりね、うん、慎重にね、はい、こんな感じでこしたらあと OK ですね。はい、はい、こちらをあとちょっとだけね、沸騰するまで沸かしていきますね、うん、はい、はい、はい、こんな感じでね、うん、ここからちょっと湯気出てきましたね。はい、これで開けていきます。黄金だぜ。熱いぜ、熱いぜ。いいね、あんまり沸騰させないでくださいね、本当にね。あ、はい、うん、しゃぶしゃぶってそんな沸騰してなくてもしゃぶしゃぶできますから。なるほど、うんうん、こちらに、うん、あとは最後の隠し味ですね。お、この刻み柚子チューブ、こちら本当の柚子が売ってれば、はい、こう柚子の皮をこう刻んでね、はい、やってもいいんですけど、はいはいはい、今日ちょっと売ってなかったんで、まだ売ってなかった、うん、ゆずチューブでも十分美味しいのでね、うん、はい、うん、結構たっぷり入れます。おお、大さじ1弱くらいですかね。ほうほう、うん、こちらを入れて混ぜて、つゆ完成です。おい、食べれる、食べれる、よし、はい、いいぞ。はい、こちらで
黄金のだししゃぶ完成でございますよっ。はい、しゃぶしゃぶしていこうか。しゃぶしゃぶしたいね。よし、じゃあ、うん、乾杯しましょう。 OK、はい、じゃあ視聴者の皆様、乾杯。乾杯。ういー、おー、キンキンや。早速、もうしゃぶしゃぶしちゃって、もうお好きなやつ、うん、okay. 食べ方なんだけど、うん、このお出汁を、うん、お椀にね、はい、お好きな量ね、はい、入れて、うん、このお出汁にくぐらせて食べるみたいな感じですね。なるほど、うん、はい、しゃぶしゃぶしてからお出汁にくぐらせて食べる、うん、そう、好きなやついっちゃって。あ、ええね、ええね。すいません、今日もお先にいただきます。はい、なんでうん、うん、お出汁いいでしょ、やっぱり出汁がいいね。うん、カラスを椎茸入ってきたらね、すごくお上品な食べ方だね。でしょ、うん、うん、で、だんだんこう、柚子の香りとかも飛んでくるんで、うん、そういった場合は、追い柚子とかお好みでしてね。うん、うまい、すっごいうまい。うまい、うん、うん、このお野菜ね、いいよね。お野菜もやっぱり取り込んで、お野菜いっぱい取れるからね、うん、お鍋やることによってね。じゃあいただきますね。はい、はい、いただきます。うますぎるわ、これは。うまいよね、うん、なんかあっさりしてるんだけど、うん、なんか赤みがあるんだよね。そう、うん、あっさりしてる中にもこうやっぱりお肉も一緒に食べることによってコクが出るし、うん、あと乾燥椎茸の出汁の香りとか、うん、あと柚子の香り、うん、和食の良さが全部引き立ってるような感じですね。そうだね、うん、これはうまいわ。うん、これお好みで、うん、山椒とかも少し、ね、入れたりしてもいいですし、ほんの少々ごま油とか あと一味とかね、はいはい、うん、そういうのも合いますのでね。うん、今日この野菜全部食っていいかな。いや、いいでしょ。食える、食えるでしょ。食える、まだおかわり野菜もあるし、おかわり野菜あるしね、うん、もう鍋っぱだね。鍋っぱやっぱこの時期はね、うん、ちょっとね、最初に野菜をね離しておくんですよ。はいはいはい、すると、うん、野菜の旨みがまたお出汁に浸透していくんですよね。うん、で、肉をしゃぶしゃぶしていくごとにこうお出汁の味がこうだんだんコクが出て、うん、変化していく、そういう工程もね、うん、しゃぶしゃぶはめちゃめちゃねいいので、うん、うん、ね、うん、食いすぎだってこれ絶対食べてほしいね、皆さんに、ね、食べてほしいね、ね、うん、乾燥しいたけあればまあ簡単にすぐできますからね、うんうん、あと柚子、この刻み柚子チューブ、これもうスーパーに普通に売ってますもんね。売ってる、うん、だね、これいいですよ、うん、本当に本当ね、柚子、うん、本物の柚子みたいなね、うん、本当になんだそこまで変わんないですね、うん、本物の柚子と、うん、今日は最強にね、だしの効いた、うん、黄金のだししゃぶですね。こちら本当にめちゃめちゃうまいので、はい、皆さんぜひですね、はい、マスターしていただいて、僕たちと一緒に楽しく椎茸を料理して美味しく食べて健康、そして綺麗になっていきましょう。しゃぶしゃぶしようぜ。